今回で上層最後の抑制ね。今回やるのは残ってる安全チームの抑制だよな。なんだけど少し待って。今日は25日。このまま抑制をやると26日になる。26日目はチェックポイント。逆行ルールに違反するわ。だから先に一旦戻るわよ。チェックポイント日は抑制不可だからそこから1日進めて、22日目で抑制を行うわ。戻る前にまだ触れてなかったこの紹介と観測をしなきゃね。確か最後の3台クソツールだったよね。なんだ月の実コーンより液体が詰まった何かしらっぽい。このツールは飲むことで使用するの。飲んだ職員は即座に体力を全開し、さらに1分間オートリジェネを得るわ。体力回復特化のツールなんだね。ほんとだ回復エフェクトが出てる。で、何かデメリットがあると。使用のたび、使用後職員が爆死する可能性が上がるの。あーなるほど。同日に2回以上使うと死ぬ可能性があるアブノマなのね。いや初回から死亡判定やるけど。わかっとるわ。もう過ぎたんだよ毒味の段階は。肉体魔の殉職予告の樹液リスクレベル比。まあ見ての通りよ。なんで初回から死亡判定やんだよ。回復って死なせないために行うものよね。それをなんで死亡リスク背負って行わなきゃいけないのよ。輝く腕輪と同じ使い道ゼロゆえのクソツールってわけね。待ちなさい、あの参拝と一緒にするのは早計よ。この子はちゃんと効果自体は発動する。かなり限定的だけど使い道はあるわ。まるで思いつかないけど。ズバリベクヤの世話ね。いやわからんわからん、あれがどうベクヤの世話に役立つんだよ。まともなセール耐性防具がなく作業安定させる手段もない。その超超限定的な状況でのみ役立つわ。実際にや。職員ザビエル、この子が今着てる防具はセール 1.5 倍。この子に巨木の樹液を飲ませる。そしたら真横に連れてきといたベクヤへこの子が嫌う本能作業を指示。当然あんな耐性で嫌いな作業。本来ならほぼ確実に落ちるけど。こんな失敗してんのに生き残ってる。リジェネ速度がダメージを上回ってるのか。回復速度だけは本当にヤバいんだな。確定で死ぬ作業を確率で死ぬ作業に変える。そういうツールなのよこの子は。私たちがやったチェックポイントゴリ押しもこの子がいたらかなり効率上がってたわ。デメリットがあまりにもだけど効果は本物だからね。探せばちゃんと使い道はあるのよ。でも他に使い道ないんだよな。ありません。敷いてあげるなら弱点防具しかない時に対応属性アレフ収容した時とか。いやベクヤ以外は装備手に入るまで最悪無視できるしな。どの道局所的すぎる。まあ腕は同様使わなきゃ実害もないわ。なんだかな。さてチェックポイント戻りの前にこの子の観測も完全にしとかなきゃね。ツールの観測は使用で済む。でもこれ初回から死ぬ確率あるんでしょ。どうすんのさ。さっき見た通り初回で積もったとしても死亡までには20秒ほどラグがあるわ。つまり死ぬまでの間に連続で飲ませや観測も効率的ってわけね。それ研究ないけねえよ。次が最悪すぎる。よし使用終わったな。じゃもう一回飲もうか。次の所要すぎる。これだけ飲んだら脳死は確実だよね。バカ野郎もういいだろこんなこと。ほら飲めもねえ。おっと、おやおや、ラクタが終わってしまいましたか。大丈夫、あなたが死んでも代わりはいるわ。ごめんってきてみ。多分倫理観届いてるから。よし巨木の樹液観測完了よ。はいご苦労様。人の心とかないんか。よしそんじゃ2回目の21日目戻りよ。今回いなくなるのはこいつらか。まあいてもいなくてもって子が多かった印象ね。ポチはあの強さを利用することもできるし、また来てくれてもウェルカムかな。21日目ね。前回同様軽くレベリングだけしてとっとと1日進めるわ。変説明しやむなしか。3回目の21日目救出。今回は誰が来たかな。上司、何か話をする存在。女性なのは間違いなさそうだけど。またコメントに困るのが来たな。その反応は危険もないけど利点も薄いやつだな。まあ血の風呂と似たようなもん。装備的にもっと危険なの来てもいいのに。まいいわ、おいでなさい。でもう一体ツールね。3台クソツールはもう出尽くしたけど、さて過度な熱望、欲望を増幅させるものかな。へえ、ここで来たか。できればこの子は進行時に来てほしいところだけど。お、有用なのか。うん、間違いなく神ツールの一角ね。ありがたくお迎えしましょう。22日目にたどり着いたし、それでは改めて今回を規制するのは安全チーム。熱作の子はよ。あらいけねえ、もうだらしない感じのも悪くないわね。ついに上層最後の子は抑制、気張っていくわよ。うわ、なんか液体が染み出してる。ものすごく気軽げな雰囲気だね。それで熱作の妨害内容は何なんだ。今職員ザビエルが青星に作業してたでしょ。回復が機能してない。これが滅作の妨害。回復効果の無効化よ。死ぬんだよもうアンリペアは。ほんと好きだなオンデラ。無効化はメインルームのものだけじゃない。ありとあらゆる回復が封じられるわ。例えばさっきの樹液は飲むと確率で死ぬだけのツールになるわね。ひどく。これ本当に回復手段ないの？だったらギリギリで相当きつくない？大丈夫。回復手段は一応あるわ。それはその時になったらまた話すわね。先にさっき来た子たちの紹介をするわ。ばあばあちゃんだ。見た目は僕普通の老人だな。この方はオールドレディ、リスクレベルです。この方はありとあらゆる物語を知っていて、それらを語り続けるわ。故に常に聞き手となる存在を求めているの。なんか説明聞いてもただの話好きな老婆でしかねえんだけど。言ったわよ、ありとあらゆる物語を語ると、この世に存在しえない物語、聞いただけで気が触れる物語、その口から放たれることの葉はたやすく私たちの脳を破壊することができるわよ。高性能おばあちゃん。おや、私も話を聞きに来てくれたのかい。嬉しいねー。それか、一つ物語を聞かせてあげようねー。昔々のあるところ、一匹のサメがおったそうな。サメは非常にゴルロックかつ貪欲で、毎日の夜にゴル叫んでおった。サメよりゴルロックとゴルトルカロロックお願いいたします。あらあらに快速をかけるな。
早の作業でだいぶ削れてるな。行かれ体勢とはいえ回復なしじゃ地力もでこうなるわね。こりゃこのままじゃそのダメージでいずれ落ちじゃない。あ、これは滅作フェーズ2に入ったわね。すでに体力削れつつあるのにさらに強化まで入るなんて。あれ体力回復してる。滅作戦は暴走段階が進むたびに全職員の体力が全開するの。はい、なもんで普段通り作業しとけば何一つ問題ないのよねこれ。ぶっちゃけエソド以上にただの通常業務横の抑制。なんか女性陣に対して男性陣の妨害弱いな。覚えとくことね、ロボトミ世界は基本女性のがヤバいわ。でも今フェーズ2に入っただろ。妨害内容もさらに強化されたんだよな。強化。ただ BGM が変化しただけよ。BGM が変化しただけよ。上層最後だし気張っていこうって言ったけど正直気張ることなんもないわ。適当にやっても余裕にクリアできっからサクッと終わらせっぱよ。今か上層最後こんなノリで。さて、さっき来たもう一体の子も紹介しなきゃね。何この肉体、心臓っぽく見えるわね。これは腕輪やノートみたいな装備型のツールよ。試しに装着してみて悟り。大丈夫なのこれ。神ツールらしいし即座に何かってことはないと思うけど。無事装備できたみたいね。具合はどうかしら悟り。いや別におかしなところはないわ。悟り、お前滅亡する心臓リスクレベルです。持ち主を失ってなお鼓動を続ける心臓ね。この怖いをなれば肉体強化ツールよ。鎮圧補助ツールってこと。この子を装備すると体力と攻撃速度が10上昇するわ。戦闘関係してのシンプルなバフ、なるほど使い勝手が良くて強力ね。でも例のごとくデメリットもあるんじゃないのか。装備を30秒以内に返却命令、装備を一度も攻撃を当てずに返却命令、いずれかを満たすと戦いへの熱望が満たされず職員がパニックになる。この子借り続けることによるデメリットがないの。だから一度借りたら1日借りっぱなしで OK なのよ。なるほどこりゃ便利だし楽だ。ノーリスク入りだん。てかなんだったらデメリットのパニックも活用できんのよこの子。というと実はこのゲームのパニックってその職員の最も高い捨てで内容が変わるんだけど、心臓によるパニックは殺人性で固定なのよ。この仕様がまあ悪さできる悪さできる。使いやすく効果も強く欠点も活用可能。可食部しかない汎用性の鬼、それがこの熱望する心臓なのよ。神ツールというだけはあるわね。この体どうしたら。そのうち凝縮して圧縮されるわ多分。おばあちゃんの部屋がなんかすごいことに。おっと、カウンター例じゃねえかなんでだ。この方、地震に作業されてない状態で他の子の作業が完了するとカウンター減るの。夏鳥タイプか。この方が話を語るのは孤独を紛らわすためなのよ。無視され続けるとその孤独がこうして収容室内に蔓延するわけ。そしてこの状態で入室した職員もその孤独に取り憑かれる。一定時間行動不能になりその間ホワイトダメージを受け続けるわ。寂しい。私の話を聞きに来ておくれ。ふん、さっきから孤独孤独って、寂しさをひけらかすなら495年くらい一人で過ごしてからにしない。言いにくいのはやめろ。500年孤独に過ごした子やめろ。勝てねえ。まあ行動不能は怖いけどこれだけだしね。ゲーム後半になると結局ガン無視されがちよ。かわいそうなおばあちゃん。あ、カカシが脱走してる。ん、心臓の試運転にちょうどいいわね。悟り頼むわ。心臓がもたらす戦いの鼓動を味わってきなさい。これの影響でずっとうずうずしてた。何この音楽。お姉さんから流れてるネコが。ドーナツ入ったはかりかよ。高まる戦いへの渇望が満たされる。ヒューエルジェファーと燃え尽きるほど引いた。傾く精神の敏感。全身壊れてない。心臓の影響っぽいね。あや、これでおしまいよ。今あれなんだったんだあの音楽。あ、ダカーコアオーケストラの装備。もしかしてあの装備の効果で戦闘曲が演奏されたってことなのかレイム。いや何あれ知らん。こらなんだよあの現象。この感じ。フェーズ3になった、だろうけど、一応聞くけど妨害の強化ってある。はい、とりま紫の白昼が降ってきてるわ。面倒を起こされる前に片付けるわよ。オケオケ発注対処完了。あとは暴走段階進めたらこの抑制もクリアね。いやマジで通常業務ね今回。抑制してる感がなさすぎる。本当にいいのこれで。まあ、熱作の暴走は他3人と少し性質が違うからってのもあるかもね。安全チームゼフィラ熱作。その制限は序盤に、旧研究所のメンバーの一人、ではなく研究所の患者だった人なの。研究所発足以前からカルメンの患者かつ友人だったみたいね。カルメン、また新たな名前が出たぞ。旧研究所のメンバーを集め、その発足を行った。まあ研究所のリーダーだった人よ。移行シート表記するわ。ある時研究所は小木との適切な投与量を調べるための被験者を募集したの。その時唯一志願者を名乗り出たのがジェバンニだったわ。その実験でカルメンを救える可能性がある。それが彼が志願した理由だったわ。救える。なるほど。この時点ですでにカルメンは、もっともそれは建前で、すでにカルメンを救える可能性なんてなかったけど、希望を奪わないため彼にはそのことは伏せられ、コギと投与実験は開始された。コギとってエリアの体を破壊したあれだよね。今回は管理の下での投与ゆえあんな失血型にはならなかったけど、その代わり彼はまともに眠れないまま覚めない夢に囚われることになった。彼は最後までカルメンを救えると
信じたまま朦朧の中へ緩慢に消えていくことになったわ。献身を貫いた最後がこれか。そして彼は寝作として目覚めた。しかし彼はもともと研究員ですらない。なぜ自分がこの役職につけられたのか。人が当たり前のように死に発狂し続けるこの地獄に放り込まれたのか。彼は無力感からどんどん絶望、摩耗しますます悲観的になっていった。酒や薬品による現実逃避も頻繁に行っていたわ。そして彼はこの地獄から逃げ出すため大量の薬品を自分の中に投与した。内部を腐食させ復旧不可能にする、つまり自害を行おうとしたのよ。それが今回のこの暴走ってわけね。なるほど、確かに他3人とは性質が違う。彼はきっとこのまま目覚めないことを望むでしょう。けれどただの患者でしかなかったはずの彼をセフィラとして目覚めさせた。そこにはきっと何か意味があるはず。ともすれば彼自身を救う何かのためなのかもしれない。きっとこれからも彼はここで苦痛を味わうでしょう。けれどその先の最後に希望があるかもしれないのならば、生き続けるという勇気、一握りでもそれを持ってもう少しだけ踏ん張ってみてもいいのかもしれないわ。というわけで熱作抑制クリアよ。難易度の低さもあるし、彼の悲観から来るものもあったのかもね。だから彼が少しでも今後生き続ける気持ちを保つため、私たちも職員に犠牲を出さないよう大切に慎重に業務を行わなければね。何チームでも会えたの。そうだな。気を消したわよね。さて再び23日目抽出。装備揃えたいからあれ振ってほしいな。もう隠しすらしねえこいつ。それで何が来たのかな。頭が爆発。シンプルに物騒な文面来たな。君か、23日目の逆光で来る分には正直旨味ないな。少なくともあれ振じゃねえと。まあいいや、もう一体も見ましょう。こっちは何かしらね。せめてはう、装備が欲しいのよ。なんだか可愛らしい感じだね。おお、この子か。いい子が来たね。なんだけども、23日目の抽出と死者平和すぎるわよ。両方ともひいかかこれ。中央本部での逆行は今回が最後。装備状況が不安だわね。安全チーム抑制報酬ね。いつものやつと。メインルームだけだった回復が全域に拡大するわ。値はメインルームの半分だけど、いちいち回復のために戻らなくてよくなるわけね。鎮圧の安定性も増しそうだな。ちなみにさっきの容器は廊下だけどエレベーターとかでも有効よ。収容室内以外ならどこでも回復ってわけね。抑制の簡単さと報酬の有用さが釣り合ってなくないこれ。ついに競争抑制全クリだね。今後の業務ではこれらが全部状態化か。教育が特にだけど、全部合わせてすごく業務が楽になるわね。これならもう今後苦戦することもないんじゃないか。いやいや、そうじゃないわ。こっから先はこれらが大前提の難易度ってことよ。分かってたよ。分かってたね、そらしてんのよ。要塞の欠陥に浸らせろよ。